キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、楽天とヤクルトです。おー来た。あ、楽天だから。あ、じゃなくて、あ、楽天もそうなんですけど、うん、やっとこれが出せる時が来た見せたいものがあるって言ったじゃないですか。楽天、ヤクルトなんですよ。ヤクルト、はい、何ですかヤクルトって。何見せるんですか。出しますよ、うん、じゃじゃーん。でーん、あ、始球式の、始球式した時の記念のパネルを、うん、この AK レーシングさんと、うん、ヤクルトスワローズさんがこうやって作ってくださって、うん、いただいたんですよ。ね、いいじゃん。そう、すごい。で、あの、なんかこれ高津監督も載せてくださってるんですけど、うん、これあれかな、これ見てくれてる時の写真なんですかね。そうだね、まあでも可能性あるね。これ試合中じゃないのよ、この様子的に。あの、コーチ陣が周りにいないから。あー、そっか。普通試合中だったらこう誰か立ってたりとか、ね、コーチ陣が立ってるから。これは明らかに三塁側ベンチから抜いてるショットだから、はい、ってことはこれを見てる高津さんを入れてくださった。そうだね、可能性高いですね。そうだね、うん、うん、危ないパンツ見かけてるで。まだ見えないですねいや結構なんか太ももちょっとムチムチしてて、結構真面目な顔ねの写真。でもそうそう、俺らもくれるんだよこういうの。え、そうなんですか。そうそう、カメラマンさん好意でね、なんか記念の打ったりしたとことかあったら、はい、だから俺自分の写真いっぱいある、なんかこういう額に入れたりしてくれたりするんだよ。これもう飾りますよ自分の家に。いいじゃんいいじゃん。はい、でまたこれがね2枚になるように私もまた今年頑張ります。はい、高津さんのサインもらってくればよかったので、ここにね。あー、欲しいですね。ね、そしたらすごいまた価値上がるね。え、殿堂入りされましたしね。そう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 、うん、いいね、よかったね。はい、というちょっとご報告でした。これを見せたかったの。そうです、ずっと。はい、はい、せっかくだからやっぱヤクルトの話の時にしようと思って崖の上のやつじゃないの。全然違います。これ崖に乗ってるとこじゃないの。マウンドに足地につけてますよ本当に地に足つけてるからよかったじゃんね。そうですね、しかも綺麗綺麗。はい、ね、いや、ありがとうございます、うん、はい、どうやって持って帰るんですか。それこうやってこうやって持ってきますよあ、で確かにあの大きい袋ないから写真丸見えですね、うん、まあ誰も見てないけどね。そうですね、うん、こうやって抱えてきますよ。あ、そう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 、ありがとうございます。さあということで、はい、じゃあ今日ヤクルトから、うん、ヤクルトのね、はい、崖っぷち勝負の年、うん、はい、選手はですねこちらです。はい、内川です。まあ、まあ大ベテランですけど。そうそう、もうでもね、はい、これまあどの選手もそうだけど、うん、まあ、ハムの時の金子千尋もそうだけど、はい、もうこれぐらいのベテラン選手になったらもう毎年勝負なのよ、はい、そういったところでどこまで踏ん張れるかっていうね、うん、で、まあ、今年、今年39歳ってことなのかな、でも今年40歳だ、40、うん、今が39歳、はい、今年の8月で40歳、うん、22年目。はい、えぐいよ。で今はもう結構ね代打が専門で、うん、昨年も、ね、38試合56打数2割8厘っていうところで、うん、まあ、左の川端右の内川っていうところのね、はい、いる中で、うん、まあ、毎年勝負だけど、はい、まあ、あとはねどこまで野球人生を伸ばしていけるかね、うん、この内川の頑張りにね、うん、でもまあ楽しくやってるけどね野球はね。そうですね、うん、なんか生き生きね。そう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 、うん、すごく優勝の時とかも、うんうん、そういった意味ではね、はい、そういうところで、まあ、しっかりねまたどこまで2連覇目指してね、はい、頑張れるかっていうところは注目して、はい、だいたい優勝したチームから選ぶのもなかなか難しいのよ。そうですね、そう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 、みんな頑張ってるから優勝できるからね。うん、でピッチャーはねいいんだよ。はい、寺島投手です。あ、ドラフト1位、はい、2016年、履正社、はい、6年目、はい、今年24歳、うん、まあ、昨年ね1軍では1試合登板 4.50、 はい、あ、でも20年はね、うん、30試合投げて防御率 2.48 とね、いい結果を出してるんだけども、はい、まあ、昨年ね、ヤクルトのリリーフで言えば左がいないんだよね、うん、でいないところで田口を先発からリリーフに持ってきて、はい、いい形で回るようになってきた、うん、でも逆に言えばリリーフに左がいないってことなんだよね、はい、そのいないっていうところは逆にチャンスなんだよね、うんうん、で、先発で言うとね石川とか、はい、高橋奎二、はい、っていうところが左がね入ってきてる中でリリーフで左がいない、そこにねやっぱもう一回再チャレンジしていかなきゃいけないよね。でまあ外国人選手のねスアレス先発で、コールもリリーフが主だけど先発させたいらしくて、要は先発のピッチャーは外国人選手も取ってきてるけどリリーフっていうところではやっぱいないわけよ。そこにやっぱ寺島も入っていかなきゃいけないし、あともう一人が長谷川
長谷川博己、はい、ショートバンク育成でね、うん、あのもう持ち前のストレートのねパワーピッチングっていうところはあるけども、はい、まあ、1軍で昨年4試合登板、うん、まあ、1勝ね上げてるんだけども防御率 10.80、うん、まあ、2軍でも 6.66 とちょっと振るわないけども、はい、20年はね44試合登板して、うん、っていうところで、まあ、ここもねこの長谷川寺島っていうところがこの1軍のリリーフの左のところに、まあ、長谷川ね去年ファームでは先発してたけども、はい、入ってこれるかどうか、まあ、高橋奎二だってね、うん、去年2軍で全然もう最初、うん、6失点とか何失点ぐらいしてたのが、はい、一気によ日本シリーズ完封ですよ。だよ、もう誰かの助言がすごい効果的だったらしくて誰ですかね、うん、分かんないけどね、うん、はい、うん、で、はい、反対派からね、うん、何偉そうに言ってんねんって言うけど、だって本人に感謝されたんだから、はい、まあ俺はそうなんちゃうかって俺は思ってんだけど、本人に言われたら本当じゃないですか、うん、だって俺だってあのともちんの、はい、あの1年間振り返り動画の中に俺出てきてたから、はい、そうなんですか、そうトピックスで、あんなもう超なんかこうキラキラ光る1年間の中のところのトピックに俺出てきてたからね、はい、すごい友達の人生にねちょっとこうだからそういうパターンもあるわけじゃん、はい、だからこの寺島も長谷川も何かのきっかけでパーンって良くなる可能性もあるから、うん、はい、そこをしっかり今年はものにして、まあ、リリーフいないからね、はい、そこにクッと入ってきたよね、うん、まだ若いですしね、そうそうそう、うん、でもここでしっかりまたやっていかないと、うん、これがねまた外から、はい、取ってこられるじゃん、まあまあそうですね、だってヤクルトもよ、うん、ドラフト1位山下光、はい、左ピッチャー、うん、法政大学、はい、取ってきてるし、柴田大地、ね、25歳、こちらも日本通運から右ピッチャーだけどね、うん、で竹山日向、ね、19歳、こちらは、共栄高校からでね、取ってこられちゃうから、そっか、上位の方みんなピッチャーですもんね、うん、そうそうそう、そういったところで、うん、この山下投手がね、うん、1位で左で取ってきてるわけだから、はい、まあ、そこがね何回も言うけど新人の方が期待値が上がるわけよ、うん、ここにね取ってかわられちゃダメだから、はい、そういったところではこのね長谷川寺島っていう左腕も踏ん張っていかないとね、はい、いや何かのきっかけでパーンって切り替えたら高橋健みたいに行っちゃうから、うん、そうですね、本当と優秀だから入ってきてるからね、うん、こうきっかけがあるからそこをつかめるかどうかが勝負になってくるけども、うん、まあ、そこをしっかりつかんでいかなきゃいけないね、はい、何かきっかけがあるとねいいですね、うん、そう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 、うん、でさあ続いては楽天、楽天はっすね、はい、誰来るかな、鈴木大地です。いやいや、あんだけ活躍してますよ。ん、来てからずっと活躍してますよ。そうだよ、俺も知ってるよ、はい、うん、すごいいい活躍してるね。いい活躍してます。だから去年もね、石井監督もすごいやっぱ存在大きいって言ってますよ。うん、そうそう、大きいで、はい、活躍してるからね、うん、年間通して活躍してますよ。すごいなんか来るね、はい、楽天の時だけ、うん、いやなんかなんでかキプチなのかなっていうね。ちょっと待って、今楽天のページが開かないんだよなぜか2割7分7厘、うん、ホームラン10本、打点53、はい、素晴らしい活躍です。はい、はい、安定した安定した成績を、はい、うん、なのになんでやねんって、はい、なるじゃん、うん、でもここはよ、うん、辰巳とセット、辰巳選手もですか、崖っぷちです、はい、うん、はい、なんでえ、なんでちょっと、まあ、あの意外がするんで飲んでいいですか。どうぞいや、辰巳選手に関しては、まあ、外野って今めちゃくちゃ人がいるわけですよ、うん、西川選手も来たし、うん、あの岡島選手も島内選手も左だし、うん、もう外国人もいるし、みんないっぱいいるから、うん、まあ、勝負の年だっていうのは分かるんです、うんうん、なんで鈴木大地選手までセットなのかなってゴールデングラブも取ってるのに。そうです、そうです。これはね、うん、このやっぱ外国人の2人、うん、ギッテンスと、はい、マルボレホスが原因なんですよ、はい、だからギッテンスがファースト、はいはい、マルボレホスが外野手、はい、ってなった時によ、うん、昨年のディクソン・カスティーヨっていうところもあるけども、まあ、ここをなんとかしたいんだよね、はい、チームは、うん、彼ら2人もファーストと外野だったからね、うん、ってなった時によ、はい、どっちかが守備で、うん、どっちかが DH だと思うんだよ、はい、両守備は多分考えにくい、うん、万が一よ、はい、ギッテンスがファーストの場合、はい、マルボレホスが DH なりますね。ってなったら、はい、鈴木大地ファーストどうしましょう かサード模擬と勝負ですかねっていう。ああ、そこで勝負しないといけなくなっちゃうのか。そう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 、はい、もしくはよ、うん、ギッテンスが DH、はい、鈴木大地ファーストの場合は、はい、マルモレフォスが守備を守らなきゃいけないんだよね、はい、ってなった時に、うん、島内か岡島がセンター行かなきゃいけないんだよ。そうですね、
はい、たら、まあ、どっちかっていうと岡島になるじゃんね。そうですね。もし岡島選手レフトかな、うん、ってなったらよ、はい、辰巳の行き場所がなくなるじゃん。そうですね。でもよ、はい、岡島センターにして、うん、マルモレホス守らして、はい、だったらギッテンス守備守るんちゃうかって思っちゃうのよ。あ、そう、確かにそうですね。外野の人 DH の方がいいかもな、うん、マルモレホスを DH で、ね、ギッテンスファーストで、うん、島内岡島の、ま、センター辰巳とか、うん、ま、もしくは西川、うん、まあ、もうそう入りましたしね、うん、とか、まあ、おこえとかもいるし、はい、うん、まあ、でもあと、うん、まあ、育成だけど釜本ね、はい、ソフトバンクから取ってきたりとかっていうところがあるから、うん、はい、だからそこ外国人選手の使い方によってどっちかがだいぶ変わりますね。その使われ方が変わっちゃうっていう。そうですね、うん、まあ、外国人選手2人とも活躍してくれるのはすごくチームにとってはありがたいですけど、うんうんうん、そうなることによってそっか出られない選手も出てきますもんね。そうそうって考えたら、うん、だって最初去年の辰巳の最初のホームラン、はい、これ、うん、すごかったじゃんね、はい、スタートました、うん、ね、でゴールデングラブも取って、はい、ってなった時に、うん、でも普通に考えたら、うん、マルモレホス DH ちゃうかって思っちゃうんだよ。そうですね。だって島内岡島は多分普通に行ったら最初絶対出るじゃんね、はい、この2人は、うん、いや、マルモレホスが、あれだったら辰巳選手はまあ出られる可能性はあるけれども、鈴木大地選手が危うくなってくるわけですね。そう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 、なるほど、うん、だからこうセットでどうなる、そう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 だからそのこのギッテンスとマルモレホスによってちょっとこの選手が流動的になるっていうね、はい、まあ、2人とも活躍するかどうかも、まあ、去年みたいに分からないですけど、うんうん、そこによってスタメンってだいぶ変わってきますね。そうそうそうなってくると、うん、でも崖っぷちになってくるんだよ。はい、わお、そうですね、うんうん、でも普通に考えたら、うん、マルモレホス DH だよね。まあ、外野の選手、そうですね、うん、岡島センター、マルモレホスライト、レフト、島内、うん、まあできなくもないけど、まあ、多分あとだからキャンプの練習チェックだね。そうですね、うん、まあ、ライト、ペゲーロとかだった頃も全然ありますし。でもその時岡島いないでしょ、怪我してて。あ、いなかった、そうだ。だからセンターに辰巳とか入ったりとか、だからその前に妹がいたりとか、うんうん、そうですね、うん、そっか、だからそれによってちょっと崖っぷちになってくるよね、うん、そうですね、この2人の外国人次第では、うん、ちょっとオープン戦とかどうしてるか、うん、あと西川も来てるから、ダイソー西川からの走らせてからの守備そのままつくパターンもあるじゃんね、うん、はい、そうですね、ダイソー西川出して守備だけ辰巳とかちょっと考えづらいじゃん、はい、もったいないじゃん、うん、選手的には、うん、そうですね、どうなってくるんだろうな、うん、そこももう一回ね、はい、チャレンジ年になるよね。そうですね、うん、辰巳選手も今年は守備の人から打つ人になるって、うん、言ってるんで、うん、多分、うん、しかも去年の序盤状態良かったからね、はい、それがなんで中盤から崩れてきたのかっていうところを、うん、自分の中で理解してれば、うん、いけるだろうけど、そこがうまく分かってなかったら、うん、勢いだけになっちゃうからね、そこをなぜ打てなくなったのか、うん、調子いい時は逆に何がいいのかっていうところを考えながら勝負していく必要はあるけども、ちょっとライバルがね多いですね、うん、あとまだあるんだよ、はい、あの外野の右全員です。全員、いや、川島慶三が来たから。そうですね、楽天に、はい、多分よ、うん、右の代打は川島が一番手だと思うんだよ。そうですね、そうか、もう代打でも一番手二番手とかになってきちゃいますね。そう、そうなると、うん、今までの右の人たちがもう全員一番手がもう川島に最初なってくるんだ、うん、うわー、そっか、で、まあ、川島は内外野どこでも守れるし、はい、ってなったらよ、うん、もうそしたらまあ一軍にいますね。いる、そしたらもう右の、うん、あの野手全員、うん、川島に負けちゃうの。え、じゃあちょっとでよ、新人のよ、はい、ドラフト1位で取った吉野君とかが、はい、まあ、まだまあ、高校生だけども、はい、ここから育ってきて 2,3 年経つと川島がまあ年になってこう入れ替わりすることによって、はい、右全員がこの川島と吉野のセットに負けちゃうわけ。そうですね、うん、いや今の右の外野手結構ピンチですね、うん、でも内野の右も全員ピンチよ。そっか、だってそのもしよギッテンスが来たらよ、うん、はい、鈴木大地が違うとこ回っていくわけやろ、うん、でそしたら右なんて入ってくる余地なくなるから、ね、そこに茂木いいんでしょ、うん、で山崎いいんでしょ、はい、で小深田いいんでしょ、で浅村いいんでしょ、はい、で黒川いいんでしょ、うん、右入ってくるとこないからね。うわー、もうない人いますね結構、うんうん、だそういったところで、うん、そのまあ外国人選手次第っていうところと、まあ、西川が左で入ってきた、はい、でしかも川島が来たことのこの
外から来たこのギッテンス、マルモレホス、西川、川島によってチーム内崖っぷち勝負の人が一気に増えてるんだよ。めちゃくちゃいますね、うん、まあまあチームとしては層が厚くなったと。そうそういいことなんだけどね、うん、でもその一選手にとったらその選手のやっぱこの動向とか成績によって一気に立ち位置がなくなっちゃうから勝負になってる。だから鈴木大地ですらも安心していけないわけよ。そうですね、うん、うわーお安定してる人がじゃあもう本当に限られてきますね。そう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 、うん、だからほぼ、まあ、またねそのサバイバルポジションでやるけども、はいうん、この鈴木大地と辰巳はこの入ってきた選手によって自分のポジションが危うくなってくるから勝負としてある、うん、そうですね、うん、まあ本当打ってもらいたいです。そう打ちゃねいいから、はい、あと右の人たちもね、はい、打ちゃいいんでね。そうですオープン戦ガンガン打てたら、うん、そう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 下が入ってきますもんね、うん、だからその選手をね、うん、頑張りを期待しながらキャンプ見ていきたいですね、はい。